それでは囲み取材を始めます。まずは不正に関する質問からお受けいたします。 NHK 西村です。お願いいたします。昨日ですね、重症者169人と過去最多となりました。この府内の年末年始の感染状況、どのように受け止めていらっしゃいますか？重症者が過去最高の数字ということで、非常に医療体制としては逼迫しているというふうに、逼迫が続いているというふうに認識をしています。一方で感染者数でいうと、これは感染の急拡大はなんとか抑えられている状況だというふうにも思っています。この年末年始、特に医療体制が非常に手薄になるという状況の中で、検査、それから入院、救急の搬送等を含めて、いわゆる大きな機能停止というか、大きな障害というか、そういうことがなくですね、非常に逼迫する状況ですけれども、この対応できたということに対して、まず医療機関の皆さんに感謝を申し上げたいと思います。重症者の数は多い、高齢者の感染者も多いということで、そういう状況でありますが、この年末年始、そういった医療体制が手薄になる状況でもありますので、ね、今週、あと週明けて、週明けというか5日6日、今週8日ぐらいまでです、その数字の推移というのは、陽性者の数と重症者の数というのも、少し様子を見ていきたいというふうに思います。首都圏1都3県が年明け早々に国に緊急事態宣言の発出というものを要請されましたけれども、大阪で今現在はその緊急事態宣言についてどのように考えていらっしゃいますか？今どういう時期だというふうに思っていらっしゃいますか？大阪現状におきまして、感染の急拡大というのはなんとか抑えられている状態だと思っています。なので国に対して緊急事態宣言を要請するつもりはありません。今の段階において、今後、ただ感染の急拡大の圧力というのは、首都圏を見てますと非常に強いものがあるというふうにも認識をしてます。やはりこの冬は本格的に入ってくる中でですね、東京関東圏、右肩上がりの状況です。まさに同じ日本の国土内で起きていることですから、大阪も同じようにこれは起きるというのは十分考えられるというふうに思っています。なので非常に強い危機感を持って見てますが、一方で緊急事態宣言というのは副作用というのはかなり大きなものを伴います。社会経済活動を大きく止めることになれば、これはそれによって日々生活されている方、暮らしであったり家族であったり、そこには子どももいますし、もっと言えば命にも僕は関わってくる問題だとも思っています。ですので、本当に最後の手段が緊急事態宣言、今の特措上の最後の手段が緊急事態宣言だろうというふうに思っています。そういう副作用のことも考えるとですね、考えた上でやっぱりこれ判断しなきゃいけないし、東京関東圏についてはこれはこの東京関東圏の知事と国とで協議して決められることだと思います。大阪においては感染の急拡大、なんとか府民の皆さん、事業者の皆さんの協力で抑えられています。医療体制は非常に厳しい状況ではありますが、ただ感染急拡大にはなってませんので、今の段階で緊急事態宣言を要請することはありません。ありがとうございます。すみません、産経新聞です。重症者が多いことの関連なんですけども、過去最多 70% の重症病床使用率を超えまして、それで何らかの対応というのを考えていらっしゃるでしょうか？まず重症者が多いというのはこの年末前からも同じ状況でもあります。この年末年始というのはどうしても転移も含めて、この重症者の入院者数が増えてくるというふうには予測してました。もともとはこれがオーバーするんじゃないかとも予測をしてました。ただその中で、なんとか感染の急拡大を抑えられてますので、感染の急拡大を抑えれば重症者の数というのも少し遅れて、それは傾向が見えてきますので、急拡大するということはないと思っています。もちろん感染が増えてくれば同じように拡大する。だからやっぱり感染の拡大傾向にあるかどうかの指標が非常に重要だと思っています。もともと大阪においては高齢者の感染者も多いということで、中等症の中に重症者の予備軍の方がたくさんいらっしゃる
ということで重症者が減りにくいということもあろうかというふうに思っています。ただその大元になる陽性者の急拡大というのは起きてませんので、まあ、そういった意味では重症者というのは少しずつ増えたり減ったりしながらという状況が続くとは思います。陽性者が急拡大にならない限りはですね、まあ、少しずつ、まあ、これは我々のシミュレーションよりも緩やかになると思いますが急拡大にはならないだろうというふうにも思っています。まあ、そういう意味では先ほど申し上げたまず今週の数字定員も含めてですね、年末年始ってなかなか入院者数が動きませんから増えるだけなので、その数字も見ながら判断していきたいというふうに思います。まあ、ただいずれにしても重症者が多いというのは変わりないし、その根本になっている60代以上の方の陽性者が多い傾向になるというのもこれはそういう状況なので、まあ、そこについてはしっかりと対応注視したいし対応していきたいというふうに思います。まあ、その対応の方策については去年の年末から新たなその医療機関の受け入れの拡大であったり、しているわけです。これはその重症者を受け入れてくれている病院以外のところでも中等症等ところでもやはりその受け皿が広がってこないと重症者のベッドもなかなか開かないということにもなりますから、そういった意味では重症者のベッドそのものを増やすというのは簡単ではないんですけれども、そのいわゆる受け皿というか中等症重症者が同じとかずっと重症者ベッドが転移できないという状況が続くとなかなか重症者ベッドは開きませんので、ただそういう意味では中等症の病床の広がりだったり、あるいはその療養病床の広がりというのをこれからもさらにちょっと力を入れていきたいというふうには思います。あとは陽性者全体の感染拡大が減らない限りは重症者は絶対減らないので、そこは府民の皆さんに今までお願いをしてますけれども、一人一人の感染症対策をしっかりお願いしたい。まあ、大阪においてはやはり医療体制これが非常に逼迫した状況になるというのは変わりない状況が続いている。感染急拡大は起こっていないけれども医療逼迫体制は非常に厳しい状況が続いている。重症病床についてもこれはもう増えている状況、まあ、右肩で増えてないんですけども、まあ、非常に厳しい状況にあるという認識ですから、医療体制の強化というところもやっていきたい。ここは民間の病院の皆さんにもお願いしなくてはいけませんが、そういったところをさまざまな支援策というのは年末にかなり作ってきましたので、ここからさらに受け入れの強化ということにも力を入れていきたいと思います。読売新聞の岡です。12月 の対策本部会議の中で、まあ、第2波の時と同様に、まあ、時短営業の効果が出ていれば1月5日にも、まあ、時短要請の解除ができるというような試算を出していたんですけども、現状としてはやはり途中での解除というのは厳しいという状況でしょうか。あ、そうです。赤信号が黄色信号になるかどうかということでシミュレーションを出していますが、そのシミュレーションよりも、この重症者の数というのは増えている、減ってない状況が続いているということです。まあ、そういった意味ではシミュレーションも下がってくるという前提ですけど、まあ、下げ止まっているという状況なのかなというふうには思っています。なので、60% 未満が7日連続というのは少し先になるだろうというふうに思っています。それから5日に黄色信号がつくというシミュレーションを出してますが、その時に時短要請を解除するという話まではしてなかったと思います。うん、それ11日まで、まあ、時短要請で外出要請をする、うん、されてますけども、それについての判断というのはどのように今後やっていこうと考えていらっしゃるんですか。それは本部会議を開いて、判断したいというふうに思います。8日かな、8日ですね、8日に本部会議を開いて判断したいと思います。先ほど申し上げた通り、どうしても年末年始っていうのは医療体制停止になります。その中で入退院も少しイレギュラーにもなるし、それから検査についてもやはり手薄になる。合わせて、まあ、僕らの府民側の方もそうですけども、正月の
元日からこうなかなか病院に行こうという人もやっぱり救急車も少ない傾向にもあるから、そういった意味では今日明日ぐらいで、もし感染が広がっていれば検査も後で思いますし、陽性者も増えてくるだろうというふうに思っています。なので年末年始のそういう手薄だったりちょっとイレギュラーな入院体制、それから検査、陽性者の把握、というところが今週平常運行になってますから平たくなってきて、より実態がつかめてくると思いますので、まあ、今週の8日までの数字というのを注目しながら8日の本会議で判断したいと思います。次の項目がありますので最後の質問で、ちょっと重い話になってしまうんですけども、年末年始の診療検査医療機関に関して取材すると、保健所に電話したけどもそこを案内してもらえなかった人が結構いたりだったりとか、あとせっかく当てたのに一人も検査の来られた方がいなかったっていうその医療機関があったりと、こう先ほど知事が医療体制に関してはあまり大きな問題なかったと言ってた裏で、そういう実態としてはなかなかこ うまく運用できてなかった面もあるのかなと思うんですけども、そういった話知事に入ってきてあったりとか、そういう受け止めについてお聞かせください。やはり年末年始ですから医療機関の手薄になるというのはもうそれはもうどうしても仕方がないところだと思います。それから大阪全体で見るとですね、どうしてもそのエリアによっては検査の方が来られなかったというエリアもあると思うし、あるいはその一時的にではその保健所が非常に忙しかった時というのもあろうかと思います。ただそのやっぱりどうしても年末年始、医療体制手薄になる中で 100% 完璧っていうのはなかなかやっぱり難しい面もあろうかと、もちろん医療従事者の方も本当に協力いただいてます。その中で一つ一つの事象を捉えたらそういうふうにおっしゃる方が出てくるかも分かりませんが、全体で見た時に例えばその救急搬送が受け入れられなくなるとか大きな機能停止、機能障害が生じるというところは僕はクリアできたんじゃないかというふうに思っています。ですので、そういった意味で完璧とは言いません、僕自身も。でもそういう非常に医療が逼迫している状況の中で、入院状況も逼迫している状況の中で年末年始に突入した、赤信号がついたままで年末年始というような状況に突入した、その中ではやっぱりその医療従事者の皆さんにも本当に年末年始ご協力いただいて、保健所も24時間もう休まずですね稼働して、一時期忙しいエリア時期というのはあったとは思いますけれども、全体として見たときに大きな機能障害トラブルであったり、例えば自宅療養、ホテル療養でそのままお亡くなりになるとか、そういったことも含めて大きな機能障害というのは生じなかったんじゃないかというふうには思っています。ただそのテレビ局の、なんか誰か特定の方を取材してそういうことを取り上げようと取り上げれると思いますが、大阪全体でぜひ僕は見てもらいたいなというところもあります。もともと厳しい状況の中で突入した年末年始ですから、その中で本当に医療従事者の皆さんにご協力いただいたし、保健所のメンバー職員もこの年末年始に関わらずに24時間頑張ってくれて、大きな障害というか大きな機能停止することなく乗り越えられたというふうには思ってます。電話がつながりにくいというのも一部地域あったかもしれません。検査せっかく待ってたのに検査する人来る人はなかったと言ってくるかもしれません。でもその全体で見たときに僕はそういう状態でなんとか乗り越えれたというふうには思っています。ありがとうございます。今年はやはりコロナを乗り越える年にしたいというふうに思います。希望を持てる年にしたいと思います。昨年はどうしてもこのコロナでこう非常に厳しい状況、これは社会経済全体にもそういう状況にもありました。今年まさにコロナが真っ只中、東京関東圏においては緊急事態宣言を要請するというような状況の中でのスタートになりましたが、なんとかこの一冬を乗り越えて、春からはワクチンが来るという明るい兆しも見えています。なんとか今年1年このコロナゼロにはならないと思うんですが、コロナで社会を大きく停止させることがないような、このコロナを乗り越える希望を持てる年にしていきたいと思います。それではこれで終了いたします。